は、カーペンターズが1975年に大ヒットさせたプリズミスターポストマン、そしてリンダ・ロンシュタットが1977年に、ヒットさせた It's So Easy、その2つをメドレーにしてお届けいたしました。それではここでメンバー紹介をさせていただきます。皆さんの向かって右がギター担当小澤正人、彼は、ビュージョンは初めての参加なんですけれども、今回3つバンドを掛け持ちしていて、先ほど3番目にもう1個登場して、これが2回目です。で、一番最後のバンドでもう一度ちょっとだいぶ姿を変えてもう1回登場する予定ですので、そちらもお楽しみください。それから続きまして、こちら向かって左側、ベース担当中野春之、前回と比べて今回はさっきの曲でマイク立ててコーラスにも参加するという、歌いながらベースを弾くという、だいぶ前と前から進化したという感じでした。進化を遂げましたね。なんか中野さん、せっかくマイクがあるので、エピソードなど何かあったらお話しください。やっぱり50歳過ぎるとですね、なかなかこう指と頭がついててなくて、まあ、ボケ防止には良かったんですけど、まあ、老後の楽しみとしてこれから続けていきたいと思います。皆さんもどうぞ。最後に、私たちの頼れるバンマス、ドラム担当後藤邦夫。後藤さんはドラムだけではなくてベースもギターも何でも演奏できるマルチプレイヤーなんですね。でもちろんボーカリストでもありまして、私が通っているボーカルクラスのクラスメートでもあります。最後のプログラムで彼はここに出てきてボーカリストとして今度そのバンドで歌う予定です。その後藤さんのお宅にはですね、先ほど紹介がありましたけども、素敵な素晴らしいスタジオがあって、私たちはそこを借りて練習に励んでまいりました。まるでその練習風景はですね、後藤先生ご指導の、私たちヤマハレッスン生のための、バンド補習塾に通っているというそんな雰囲気でした。後藤さん、いっぱいいろんなことを教えていただいてありがとうございました。それでは、その後藤さんのおすすめの曲が、次の2曲目の曲なので、後藤さんから曲紹介をお願いいたします。はい、1981年のですね、パティ・オースティンと、今はジャズとか歌ってる、元気で歌ってるんですが、ちょっとディスコっぽい、ソウル